し、ゴローンつい歩こう、ゴローンつい歩こうぜ。ゴローン俺気に入ってるからな最近。ははは、え、しかも転がるんかよ。お前転がる覚えてるっけ。可愛いんだけどめっちゃ。転がる覚えっぱなしか。え、なにゴロゴロで笑った。串焼き連れ歩き、串焼きって連れ歩いたらどうなるんだろう。え、ちっちゃっ。なんて、え、なにそのミニチュアサイズなのお前。おせえし、やっぱゴローンが可愛いな一番。なんであんなちっちゃくなっちまったの。こことかめちゃめちゃトレーナーいるからね。うなぎうなぎの稚魚やん。もうこの戦闘で進化だぞお前ら絶対。よーし、え、これちゃんと進化するよね、大丈夫だよね。あ、よかった。お前らやっと進化できるってよ。で、進化すんの。進化したい。しゃーねーな。おーい、いいじゃん、なんか西村っぽくなってきたやん。だから結構あの首とか前後にやってるし西村っぽくなってきたやん。毒針毒針いる？いる？いるの？毒針もう成長いらん。え、フラッシュ、え、フラッシュお前らの唯一のさ個性だったのになくなっちゃうよ。いいの？で、フラッシュないと洞窟困るところないかな。成長とフラッシュで今せめぎ合ってんだけど西村の中の。もう論理的にどっちがいらないか決めてよ。あ、そっか、洞窟照らすやつバカですって言ってんだけど西村が。は？成長消せって言ってるわみんな。成長いらんのな。なんか2番がめちゃめちゃどうした？お前らそんなもんか。そんなもんもういいです。ボルサリーノって名前なんかあんまり覚えられないんだよな俺。いやでもマキシで活躍するから大丈夫だって。ツバメ、はい、マキシはもう呼んで、いや呼んで勝てないよだマキシ。冷凍ビームされるもん。ユンゲラーはまあ何でも適当にやれば倒せて、ギャラドスだな相手の。この相手のギャラドスがちょっと危険なんだよな。ニニコータ OK、 ちょっと待てよ。嫌です。な、嫌ですって。ちょっと痛くない？でも跳ねる場合じゃないよ。吐き、痛い。え、痛くなかったら二角だわ。やっぱアメカの滝も下げてる場合じゃないって。1に交代。ちょっと待てふざけんな。アメカの滝登りもう数が食らったら死ぬだろうが。ふざけんなよマジで。お前、ふてくされるのもいい加減にしろよ。で、スパークね。しゃあねえからじゃねえよ。はい。はいはい。え、マジで態度悪くない？なんか。え、なんやそんな、あ、トバルシティ、トバリシティ来たよ、トバリシティ。技マシンで火炎放射買うか。じゃあ、これでジム行くよ。メロメロいけます。もういらん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 。まあ、とりあえずあれだな、まずはその雑魚トレーナーからだから。なんだっけ、こんなんだったっけ。え、トレーナーいすぎやろ。めちゃめちゃレベル上げれるじゃん。ここでルカリオに6立てされた。え、ちょっと待って、本気じゃんこれ。ここマジで本気の場面じゃん。本気でやんなきゃ負ける場面じゃん。朝南、西村の初戦闘よ、これ。進化後西村の。え？なんか、あれ？お前らそんなに早いって進化。え、もうレントラー？え、どうする？ 30、え、どうするえ、30だっけ、お前ら。36ぐらいだと思ってた。進化してやるよ、ということで。一番早く3進化になったね。おい、え、クソかっこよくないレントラ。ちょっと連れ歩いていいか。ちっちゃ。絶対こんなちっちゃくねえだろレントラ。
あ、かっこいいじゃん。わあ、これ33レベル納豆行った方が良かったな。これトレ、ジム行く前にさ、屋敷行かね？屋敷周りのおまわりさんぶっ倒して、さすがにちょっとレベル上げてから行こうよ。ミルク屋行った？あ、行ってねえや。あ、ミルク屋にも。あ、いいね。経験値うまいわ。あ、串焼きもレベル上がるしな、普通に。雨乞い。雨乞いいる？いる、いらない。いらない。跳ねるのがいらんて。跳ねるの方がいらねえよ。いらん、はい。雨乞いいらんのね。もう意味わかんねえんだけど。跳ねる、捨てないギャロドス。破壊光線となら変えてもいい。破壊光線、とならか。跳ねる、もううざいわ、マジ。もうマジでうざいわ、お前ら。もう跳ねる取り上げてんだけど。輪を乱してる、こいつが。こいつが世界の輪を乱してる。おもんないし。本配信からもかなり面白くないという声が。めちゃめちゃお前らだけだぞ、今面白がってんの。わざマシンくれんかったんで、お前らは、十分強いから別にいらないでしょ。だって氷の牙も覚えるよ、そのうち。破壊光線、もうじゃああげるわ。じゃああげるわ。俺破壊光線買ってないっけ？買ってねえか。じゃあ次は買ってあげるから、ジム前に。次買ってあげるから。まあ、冷凍ビームか赤い光線ね。もうしゃあねえな、マジで。6ガンムシ。6ちょっと待とうよ。いや、見てるよ。まあ、確かにモニターのいっちゃん右端にあるけど、お前らのコメント欄。今日雨の中転がっただけ？いつゴローニャになれるんですかじゃねえだろ。じゃ、ゴローニャにしてくれるやつ探そうか今から俺が。なんか2時3時の。サーバーで。交換今からしてくれる人いませんかって言ってあげようか。早く。もうマジで。これで俺の人望がなかったらお前らゴローンね、もう今後。いいよ、オッケー。ダイパーリメイクにて、うちのゴローンを通信交換で、ボローニャにしてくれる方いませんか。俺で文句ないのな。でどうする。女の子でよろしく。リリュサンジのコメント欄とは思えないコメントだな、マジで。はいや。いいですよ、よかったなお前ら。ただ女の子じゃねえわ、残念だけど。お前らゴローニャになっちゃうのかよ。うわぁ。まあ、とりあえず進化やな。進化するよね、もちろん。はい。かっけぇ、ムクホーク、猛禽ポケモンだって。ああ、もう着々と最終進化系になっていっちまうんだな、お前ら。なんか嬉しいような。寂しいようなね。ちょっとじゃあ交換するか。いいよって言ってくれた方いるのマジで感謝するように。あ、この方で合ってるのか。二次三次所属バーチャルライバーのなるせなる先生ですね。ちょっとあんまりちょっと絡みがないんであれなんですけど、なんか真っ先にいいですよって言ってくれました。じゃあ行ってこい、グレネード。ちょ、なんか一瞬ディアルガをネタバレしてくるタイプです。もうディアルガならディアルガでいいか。グレネード渡して、ディアルガでいいか、マジで。あー、登録してくれた。俺パールだからちょうどいいっすよね、これね。リアルが来ちゃうじゃねえよ。あ、本当にお前、本当にお前これ。ちゃんとグレネードこいつ。あ、俺だわ、おや。クソ強え、攻撃96。クソ強くなって帰ってきた。
防御97、これ96。ああ、いや嬉しいやら寂しいやら、なんか俺の持ってる画像なんか絶対にあれなんだけど、今までパールのゴローンだったのに、このゴローンは絶対パールのゴローンじゃねえな。ああ、なんかちょっと寂しくない？なんかナルのところからグレネードが戻ってきた。投げ返されたグレネード。いや本当にありがとうございます。いやー助かりました。いやこれワンチャンルカリオとも張れるぞ。おー、なんかパーティーもねいい感じに、なんていうの、ごついか、あーすごい、まん丸じゃん。え、なにこれ。え、なにこの岩を表現するときに一番の近道みたいな。岩を表現するための一番の近道みたいな描写してない？ゴローニャ。サッカーやろうぜ、これで。まあ、とりあえず破壊光線ギガインパクト買って、もうその後ちょっと、ギャラドス、串焼きに聞くわ。どっちが、何がいいか。ギガインパクト欲しい。ギガインパクトなんてしなくても強えよ、お前。覚えるんかよ。ギガインパクトでいいか。跳ねる卒業な。もうこれでもうふざけようがないからね。よし。はじめまして、よろしくお願いします。私、ジムリーダーのスモモって言います。え、インパ耐えられたら負け？ツイッターワード。だって攻撃と防御下がるじゃん。インファは打った後。さあ、まずアサナ。どうする？ゴーリキ。いいよな、さすがに。A 種族値がちげえわ、ムクバードとは。さあ来た、ルカリオ。インファイトね。いや拳のプレート持たせた。タイプ1じゃないけど、インファの威力は120。ビルドアップとかしてくれてればインファインファでいけると思うけど、まあ分かんない、それは。いくぞ、おら、ベシ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 。お前強すぎ、余裕やったわ、クソ余裕やったわ。どこで苦しくなるんだ、マジで強すぎ。ガチじゃん、穏やかなインファ。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めたスーパーサイヤ人じゃん。ヒョウタの石つぶて、ヒョウタの石つぶてがいっちゃん強いぞマジで今んところ。てかまあ準備不足だった感もあるけどね、ヒョウタに関しては。次のジムが4番目マキシー、あ、ボルサリーノかな、そろそろ。